はい、こんにちは。一人で稼ぐシリーズでございます。まあ篠木康晴編ということでね、1週間10日ほどお届けしましたけども、やっぱりねスタートして1週間ぐらいで実際に10万円の合宿が売れたみたいなことがあります。やっぱね商品作ってセールスする、それだけなんですよ。もう本当にね、私それをね繰り返し繰り返し何年も言っててやらない人がいるっていうだけなんですよ。やった人は本当に売れるってことなんですよ。もちろん一発目すぐ売れるわけじゃないんですよ。でも商品作ってセールスする、それ以外にビジネスを成功させる方法ってあるんですかね。ないんじゃないですか。商品がない人ってどうやって売り上げ立てるんですか。セールスしない人ってどうやって商品のことに気づいてもらうんですか。ただこれだけなんですよ。で今回ねその10万円売った方法をなんで商品化しないんですかっていうふうなこともお話して、それに気づいていただいたからよかったかなと思いますけども、商品にするときって、別にねお金の価格をつけろってことじゃないんですよ。もちろん価格をつけてもいいですよ。でも10万円売った方法とかね、1週間で10万円売った方法、無料プレゼントとかしてもいいんじゃないですか。もしくは今回のこのね10日ほどのやり取りがあるじゃないですか。これを5分ぐらいでまとめて、こういうふうなことがありましたんで、ご興味ある方はこのやり取りをね動画一覧にしておきます。その PDF がありますんで無料プレゼントしますよって形でもできるんですよ。もう人間ってね生きてればね、もう10分とかね20分生きてればすでにもう商品できるんですよ、ね、エピソードが全て商品なんですよ。それ以外のものありませんからね。だって本を見てくださいよ。本屋さん行ってね1500円ぐらいで買うでしょ。誰かの成功自慢が書いてあるんですよ。もしくは誰かの失敗法則です。そういうことが書いてあるのを買ってるだけなんですよ。もしくは小説みたいな創作物とかね、空想の物語をみんなお金出して買ってるんですよ、だからそういうことなんですよね。だから私たちもやったこと、できなかったこと、空想、こういうものを商品化して売ることができますよっていうのがインターネットビジネスなんですよね。もちろん空想を本当だよって言ったらね、それは迷惑かかっちゃいますけども、これはフィクションですって言ってフィクションを売るのは全然構わないと思うんですよ。で今回は実際に売り上げを上げたということね、10万円の後にまた5万円の売り上げを上げたんでしょ。じゃあその今回の10日間ぐらいのエピソードをねしっかりとライティングでまとめて、もしくは動画にまとめて無料プレゼントとかにしたりね、有料商品にしたらいいんじゃないですか。で無料プレゼントにしたら、この無料プレゼントを受け取った方には私のセミナーのご案内が行きますみたいなことでリストを取ってもいいと思うんですよ。そういうふうに考えていければいいんじゃないですかね。この動画をご覧の皆さんもそういうふうにしてビジネス組み立ててみてください。私ねずっとねそんな難しいこと言ってないんですよ。簡単なことしか言ってないんですよ。FX にしてもそうですよ。買うか売るかをこうやって考えてますって話を毎日してるだけです。で、マルチレベルマーケティングビジネスも紹介ができない人はやんない方がいいですよって言ってるんですよ。だってネットワークビジネスですもんね。で参加したら情報を集めるためにいろんな人の人脈を作るんだよって、人間関係を作るのがネットワークだよ、ネットワークビジネスだよって言ってますよね。全て一緒なんですよ。アフィリエイトするんだったら自己アフィリエイトからやりましょうとかね、すごいシンプルなことです。あとはそれを難しく考えずに、じゃあ言われた通りにやってみようかなの繰り返しでいいんじゃないかなと思うんですけどね。またね、メッセージください。それでは頑張ってくださいね。